テキサス・イズ・ザ・リーズンはアメリカのロックバンド。1994年にニューヨークで結成。リリースしたアルバムは1枚のみだが、1990年代のエモ・ムーブメントにおける最も重要なバンドの一つとみなされており、その後のエモバンドに多大な影響を及ぼした。1994年、シェルターのギタリストだったノーマン・ブラノンと108のドラマーだったクリス・ダリーを、 中心にテキサス・イズ・ザ・リーズンを結成。彼らは、お互いに前バンドの抱えるマッチョ的、宗教的なアーティチュードからの脱却を考えており、ファウンテンヘッドのベーシストだった、スコット・ワインガードとコッパーのベーシストだった、ガレット・クランを、ボーカル兼ギタリストとして招聘し4人体制となる。1995年にセリフタイトル EP、テキサス・イズ・ザ・リーズンでデビュー。 1996年にはザ・プロミス・リングとのスプリットシングルをリリースし、唯一のオリジナルアルバムである d o You Know Who You Are をリリースした。プロデュースはジョーボックスのフロントマンである J. ロビンスが務めた。アルバムタイトルはジョン・レノンがおそらく最後に発した言葉から取られた。アルバムは高く評価され、多くのメジャーレーベルの注目を引いたが、メンバー間の緊張状態が高まり、 バンドは1997年に解散。解散から9年後の2006年、アルバムリリースから10年を記念してメンバーはバンド再結成を決める。1回のみの公演の予定だったが、メンバーの予想に反しチケットは即完売となり、追加公演が決定された。2012年1月にもバンドはカリフォルニア州ポモナで行われるレベレーションレコード創立25周年アニバーサリーに、 招待される。当初はこれを辞退するが、10月にニューヨークで行われた同アニバーサリー公演ではヘッドライナーを依頼され、これを承諾した。前回同様、この公演のチケットも即完売し追加公演が行われ、ヨーロッパでもツアーを行った。ありがとうございます。